ご視聴ありがとうございます。純愛チャンネルの純です。当チャンネルの人気のジャンルの一つがご当地カツ丼特集。過去には会津のソースカツ丼と信州のソースカツ丼を紹介させていただきました。今回は同じようにソースカツ丼が楽しめる群馬県の上州カツ丼の特集をお送りさせていただきます。ただ一口に上州カツ丼といってもいろいろなカツ丼があります。上州カツ丼の中でもメジャーな桐生ソースカツ丼はその名の通りソース味ですが、高崎あたりに場所を変えるとタレカツ丼が幅を利かせたりしているんですよね。この動画ではそんな群馬県の上州カツ丼を簡単に紹介させていただこうと思っています。概要欄には紹介したお店のインデックスも記載しておきますので、時間がない方や見返したい方は活用してくれると嬉しいです。では前置きはこれくらいにして紹介に移りますね。まずは桐生ソースカツ丼のお店を4軒紹介。最初に紹介するのはこちらの下宮本店です。ここ桐生のソースカツ丼といえば下宮とも言われる桐生ソースカツ丼の代表格、元祖のお店とも言われています。昼時や週末には行列もできる人気店なんですよ。基本となるソースカツ丼は3種類、4個入りと6個入り、そして油のりのりと評されたロースがあります。ただスタンダードな桐生のソースカツ丼はヒレなんですよね。他にも卵とじのカツ丼である卵カツ丼やレディースセットとして3個入りのソースカツ丼も用意されています。さらには厚切りのものやメガ盛りとして8枚入りのものまで。どれにするか迷いましたが、周りの注文を聞いていると6個入りを頼む方が多いようです。ということで真似して6個入りのソースカツ丼を注文。小ぶりなヒレ肉を使用したカツがご飯を埋め尽くすように乗せられていますね。4個だと隙間からご飯が見えるくらいかと。桐生ソースカツ丼のお店による違いはソースの味わいはもちろんですが、カツの大きさや衣の硬さなどにお店ごとの特徴が出ていると思います。下宮本店のソースカツ丼は柔らかいヒレ肉、粗めに挽かれたパン粉を使用した衣はザクザクとしていてクリスピー、ソースをくぐらせていてもその食感は損なわれていません。そのソースは甘さより塩辛さが前面に出ているウスタータイプ、キリッとした味わいが印象に残ります。聞くところによるとうなぎのタレをアレンジして作ったソースなんだそうですよ。そんなカツ丼を支えるのがわかめの味噌汁、サラダ、ぬか漬けの三重詞。その働きは大きく、ご飯とカツのみというシンプルな構成でも飽きることなくいただけましたよ。下宮のソースカツ丼は衣の香ばしさが印象に残りますね。だいたい一つのカツは二口サイズ、ご飯は固めに炊かれた新潟県産コシヒカリとのこと。これがこのカツにベストマッチ。カツをパクリ、そしてご飯もパク、リズムよく交互に食べちゃいますね。これ衣の油の切れもよく、お肉もヒレ肉なので思っていた以上にさっぱりといただけました。ごちそうさま。上州カツ丼を食べ歩くならベンチマークにするのもおすすめです。以上、桐生ソースカツ丼の代表格、下宮本店の紹介でした。続いてはここも桐生ソースカツ丼の人気店、富士屋食堂を紹介させていただきます。こちらは先ほど紹介した下宮本店で10年間修行した店主が開いたお店。お店の前に立つその店主の等身大の看板が印象的ですね。リアルすぎて正面から見ると本物みたい、横から見ると薄いので看板だと分かりますけど、人気店なのでサインもいっぱいですね。ソースカツ丼のデフォルトは上州カツ丼の特徴でもあるヒレカツがそのままご飯の上に乗ったもの、バリエーションとしてサラダと一緒にご飯の上に乗せてあるものもあります。一応定食メニューもありますよ。卓上にはからしや梅干し、追加のソースが用意されています。こちらが富士屋食堂のソースカツ丼です。普
蓋のあるおひつのような容器に入れられていますね。ソースカツ丼はヒレカツが4枚乗ったもの。ヒレカツの大きさは下宮本店よりも二回りくらい大きい感じ。粗めのパン粉を使ったヒレカツはサクッとしてはいますが、下宮本店ほどのクリスピーさはないですね。熱々のご飯と蓋をされていたことによる影響もあるのかと。固めに炊かれたご飯も美味しいですね。付け合わせは漬物とわかめとネギ、豆腐の味噌汁。かけられているソースは甘さと塩辛さのバランスは取れていますが、味は濃いめなので、カツの大きさとしては二口くらいで食べられるサイズなものの、一口で食べられる量のご飯との調和を考えると三口くらいで食べるのがバランスいいみたい。そんな感じで食べると丼の中のカツとご飯の量のバランスも取れている感じなんですから、さすがですね。そしてただ味が濃いだけではなく、衣の香ばしさや肉の香りが楽しめるクオリティも持ち合わせています。さすが人気店だけあります。からしをつけて食べると後味がさっぱりしますよ。味変にもなっていいですね。ごちそうさま。下宮本店出身といってもしっかり独自の個性を持った別のソースカツ丼に仕上げているのはさすがの一言。以上、店主の等身大パネルが目印、富士屋食堂の紹介でした。地域に根付いてる桐生ソースカツ丼はカツ丼専門店やとんかつ店以外でも楽しめます。そんなお店の一つがこちらの50番本店。いかにも昭和の食堂そのものという感じの店構えですね。その雰囲気もあって、映画君に届けの中で出てきたお店のモデルにもなったそうです。お店の中にはポスターも貼ってありましたよ。メニューはこちら。定食からラーメン、オムライスなど他にも食べてみたいものがいろいろありますね。年配のご夫婦のみで営業されているそうで、注文は厨房へ。こちらが50番本店のソースカツ丼です。ソースカツ丼にはカツの堆肥用にも使える蓋がついてきました。お肉の大きさによって枚数は前後するそうですが、カツが5枚重なり合うように載っています。カツはヒレカツとしては大きめ、だいたい1枚あたり4口くらいかな。衣は粗めでさっくりと揚がっています。食感は基本クリスピーですが、部分的にしっとりとした部分もあります。多分蓋がされていたことやカツが重なり合っていたことで蒸されたのかと。でもその食感の変化が実にいいんです。カリッとして香ばしいところだったり、お肉を包むような柔らかさを楽しめたり、なんか一石二鳥。わかめたっぷりの味噌汁や美味しいぬか漬けが脇を固めてくれていますね。ソースは尖ったところのない優しい甘さが光るもの。カツの美味しさを支える縁の下の力持ちという感じですね。ご飯も固めでソースカツ丼との相性抜群。カツの旨味が広がる口の中に放り込めば、ご飯の甘みがそれに加わって、もう最高です。このボリュームで750円、地元に愛されているのも納得のクオリティ。桐生でソースカツ丼がしっかりと地域に根付いていることを実感できましたよ。ごちそうさま。昭和テイストあふれるお店でいただく桐生ソースカツ丼、雰囲気も味方して美味しかったですよ。以上、町の食堂で食べられる桐生ソースカツ丼の代表格、50番本店の紹介でした。桐生ソースカツ丼のお膝元、群馬県の桐生市にはソースカツ丼と並ぶご当地グルメ、ひもかわというものがあります。こちらの富士屋本店はそのひもかわがいただける人気店の一つ。そして桐生ソースカツ丼も美味しいと評判のお店なんですよ。参考に、ひもかわとはこんな感じの幅の広いうどんの仲間。滑らかでかつ食べ応えもあるのが特徴です。この富士屋本店、通りに面しているのは9店舗、
新店舗はその裏側にあります。昼は混んでますが、夜は比較的空いているとのこと。うどん屋さんなのでこんな感じのメニューがメイン。うどんやそば、ひもかわをつけて食べる感じですね。そしてこちら側の丼物の中にしっかりとソースカツ丼が。ミニ丼もあるので、うどんやひもかわと組み合わせることができるのも嬉しいですね。こちらが藤屋本店のソースカツ丼。漬物と味噌汁ではなく、ついてきたのはミニうどんです。これは嬉しい。カツは3枚、蓋と熱々のご飯の影響もあって若干しっとりとした食感。とはいえサクッとした部分もちゃんと残っています。逆に厚みのあるカツが柔らかくいただけるメリットの方が大きいかも。ソースは酸味を抑えめで甘辛のバランスがいいですね。豚肉の旨味を引き出すような感じがしました。そのカツを頬張り、固めに炊かれた熱々のご飯を口に入れるというローテーションが止まりません。カツはだいたい3口くらいで食べられる大きさ。その大きさ、味付けの塩梅、ご飯の量、絶妙なバランスですね。ついてきたミニうどんの出汁も美味しく、ソースの味わい深さにも通じるものを感じましたよ。桐生にはうどん屋さんも多く、そのほとんどでソースカツ丼もいただけます。ひもかわと一緒にいただいてみてはいかがでしょうか。ごちそうさま。ちなみに藤屋本店ではランチタイムだとソースカツ丼をセットメニューでも楽しめます。機会があったらぜひ。以上、桐生名物のひもかわとソースカツ丼が人気のお店、藤屋本店の紹介でした。続いてのお店は高崎から。高崎市民のソウルフードとも言われる英寿亭のカツ丼を紹介させていただきます。看板にもカツ丼の英寿亭と書かれていますね。ただ実際のところはカツ丼だけではなく、カレーやオムライス、ハンバーグなども食べられる洋食店なんです。では早速店内へ。そうそう、こちらのカツ丼ですが、メニューの下の方に書いてあるようにデフォルトの卵なしのカツ丼はソースカツ丼ではなく、伝統の和風ダレを使ったタレカツ丼なんです。そこが先ほどまで紹介した桐生ソースカツ丼とは違うところ。見た目は桐生ソースカツ丼と同じく、ご飯の上にヒレカツを直接乗せるスタイルなんですけどね。3種類あるカツ丼メニューの中から英寿亭の定番と書かれたカツ丼 A を注文。ついてくるのは漬物のみ。こちらが英寿亭の一番オーソドックスなカツ丼、カツ丼 A です。伝統の和風ダレにくぐらせた小ぶりなヒレカツが3つ、ご飯の上に乗せられています。カツの大きさは2口から3口で食べられる大きさでしょうか。このカツ別料金であと2つまで増やすこともできるそうですよ。衣には程よい粗さに引かれたパン粉が使われていて、サクッと揚がっていますね。和風ダレは甘辛い醤油ベース。絶妙にご飯が進む味付けで、固めに炊かれたご飯が美味しいです。衣と豚肉の割合はこれくらい。食べた感じバランスはいいと思いましたよ。このカツ丼がワンコインでいただけるのは嬉しいですね。高崎市民のソウルフードとも言われていることにも納得です。欲を言えば別料金で構わないので、味噌汁などの汁物がメニューにあると嬉しいんですけどね。まあ汁物と一緒に食べたい場合、テイクアウトって手がありますが、とはいえ漬物をつまみながら美味しくいただかせてもらいました。ごちそうさま。以上、高崎で長く親しまれているタレカツ丼がいただける英寿亭の紹介でした。市の中心部からは離れますが、高崎には他にもカツ丼の人気店があります。それが倉賀野駅に近い場所にお店を構えるこちらの葵屋です。もともとは市街地にあったそうですが、こちらに移転してきたとのこと。移転後も変わらぬ人気を誇るお店なんですよ。
外観は古民家風ですが、店内はモダンな感じ。こちらソースカツ丼の店青い屋とあるように、ソースカツ丼がメインではあるのですが、メニューを見るとその中にソース2種類などの表記が見られます。実はこちらソースがいろいろなものから選べるお店なんですよね。季節限定などもありますが、上の5つはほぼ固定みたいです。今回は2つのソースが選べるソースカツ丼4枚を注文。ソースは特製醤油と特製ソースを選択しましたよ。卓上にはからしなどもありますね。こちらが青い屋のソースカツ丼4枚です。右側の色の濃い方が特製ソース、左側が特製醤油ですね。カツ丼のスタイルは先ほどまで紹介したのと同じ、ヒレカツを直接ご飯の上に乗せたものです。まずは特製ソースの方からいただきますね。カツの厚さはこれくらい、噛み切りやすい厚さだと思います。衣の揚がり具合は適度にさっくり、クリスピーすぎることもなく食べやすかったです。特製ソースは酸味の中に甘さを中心とした旨味が感じられるもの、豚肉の美味しさに寄り添った感じのソースですね。固めに炊かれたご飯も美味しかったです。一方特製醤油は甘辛具合が強く、ご飯が進む味わいでしたよ。豚肉とともに味わいをぐいぐいとリードしてくれる感じのタレ、これもいいですね。そんなソースカツ丼のお供は漬物にお麩の入った味噌汁、冷ややっこ、そしてサラダと充実していました。卓上のからしをつけると後味がさっぱりして、これも美味しいですね。ソースカツ丼もタレカツ丼もある上州カツ丼の世界観がこの一杯の中にしっかりと詰まっているように感じました。ごちそうさま。以上、オーソドックスなものだけではなく、いろいろなソースを試したくなる青い屋の紹介でした。続いては今までのスタイルとは違った個性を持つカツ丼を紹介させていただきますね。そんなカツ丼がいただけるお店が安中市にあるこちらの板花館です。板花っていうのはお店がある周辺の地名ですね。こちらの看板メニューはもう見えていると思いますが、タルタルカツ丼です。そんなタルタルカツ丼ですが、デフォルトはロース1枚ともも肉2枚を使ったもの。他にもヒレ肉やホタテ、牡蠣、エビなどを使用したメニューが並んでいます。それらは個別にトッピングもできるようですね。デフォルトのタルタルカツ丼を注文。まず運ばれてきたのは漬物と小さなすり鉢。すり鉢の中にはゆで卵とピクルス入りのマヨネーズが入っています。これを混ぜてカツ丼が来るまでに自分好みのタルタルソースに仕上げておくのがこちらのスタイル。そしてカツ丼本体が蓋付きで登場。早速いただいてみましょう。あ、その前にタルタルカツ丼を完成させねば。タルタルソースをかけます。今回は白身を粗めに残して食感に変化がつくように混ぜてみました。メニューのトッピングのところで気づいた方もいるかもしれませんが、実はこのカツ丼、タレにくぐらせたものではなく、カツを煮た煮カツ丼なんです。そしてカツとご飯の間には飴色になった玉ねぎも。簡単に言うと卵とじの煮カツ丼から卵を抜いてタルタルソースをかけた感じ。タルタルソースはサンドイッチにしたら美味しい卵サンドになりそうな味わいでした。これすり鉢タルタルカツ丼という名前で商標登録もしているんだそうですよ。味噌汁はわかめとネギ、そしてお麩が入っていました。漬物も美味しかったですね。もも肉とロースでは個人的にはロースの方が好みでした。上州カツ丼というジャンルからは外れるかもしれませんが、メディアへも何度か登場した
群馬県の名物カツ丼ですので紹介させていただきましたよ。カツ丼好きの皆さん、機会があったら食べてみてくださいね。ごちそうさま。以上、タルタルソースカツ丼がいただける板鼻館の紹介でした。次は下仁田ネギで有名な下仁田の名物となっている下仁田カツ丼を紹介。何軒かいただけるお店がある中から、今回は下仁田駅からも近いこちらの清屋食堂を訪問してきました。こちらツーリングのライダーさんたちにも人気のお店なんですよ。店内は昭和の食堂そのもの。こちらのお店のユニークなところはセルフサービスを面白い表現で表しているところ。お客様にご協力してもらうわがままな食堂です。サービスの悪い店、この感性大好きです。座敷の場合、この配膳台で受け取り、食べ終わったら返却棚に戻す感じですね。こちらが清屋食堂の下仁田カツ丼です。薄めのロースカツが2枚、ご飯の上に乗っています。下仁田カツ丼のスタイルはロース肉を使ったタレカツ丼ですね。同じタレカツ丼でも、先ほど紹介したヒレ肉を使ったカツ丼ではなく、地理的にも近い埼玉県の秩父地方で食べられるわらじカツ丼に近いスタイルです。いわゆる丼つゆ系のタレカツ丼、甘辛い味わいでご飯が進みますね。薄めとはいえ、ロースカツが2枚なのでボリュームもあります。バリエーションにはロースカツが1枚の半カツ丼もありますよ。そんなカツ丼をわかめとネギ、豆腐の入った味噌汁と漬物をお供にいただきました。同じ群馬県の藤岡あたりでも近いスタイルのタレカツ丼がいただけます。お店によってはご飯とカツの間にキャベツの千切りが入ったりもするようですけどね。ごちそうさま。以上、群馬のご当地カツ丼の一つ、下仁田カツ丼がいただける清屋食堂の紹介でした。いかがでしたでしょうか。今回は群馬県の上州カツ丼の特集をお送りさせていただきました。その中でも桐生ソースカツ丼は、間にキャベツの入った会津や信州スタイルのソースカツ丼ではなく、福井のソースカツ丼に近いものでしたね。また高崎あたりのタレカツ丼は新潟のタレカツ丼に近いスタイル。さらにタルタルカツ丼や下仁田カツ丼などもあって、群馬県では以前からいろいろなスタイルのカツ丼が地域に根付いていることが分かりました。カツ丼は丼物の中でもご当地感があって面白いです。皆さんも機会があったら食べ歩いてみてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。